ちょ待ってよ待ってよ、うん、なんかさっき声聞こえたよね、男の人の声。お疲れ、19万におめでとう。じゃあね。おい、え、ちょ誰、ちょ待って、ねえ誰、ねえ声ちっちゃいし誰今の、ねえ今の誰、え、ねえ、え、だ待って誰なんか今お疲れ実験前に終わりとじゃあねって言って去ってったやつおったんやけど、これやつとかやって先輩だったらもうほしかボコボコだわ、ごめんなさい。ゆめおさん、え、ゆめおさん、ゆめおさん、ゆめおさんかな、パパ、うん、え、パパかな、じゃパパ、ほしかは今日逆突とかする気ないんだけどねえ、ほしかは今日逆突とかする気ないんだけどこれはコメント欄が悪いと思うな。あ、お疲れ様です。この人だわね。あ、お疲れ、え、どうしたの、なんかちょ待ってパパ、全然待って、パパちょっと声ちっちゃいから待ってあげた、オッケー、もしもし、あ、もしもし、どうしたの、ねえパパ聞いて、さっきねなんかね、うんうん、知らない男の人にね、あの急に話しかけられてね、うん、なんかあれちょっと急に電波が悪くなってきて、ちょごめんね、ちょっと切るわ一回、ごめんね、じゃあね、逃げんな逃げんな、絶対おめえだ、指定ちゃうやろ指定ちゃうやろ指定ちゃうやろ、すいません、ちょさっきまでガラ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 と口の態度があるすいませんでした、ガラと口の態度があるさっきまであの汚いやつらずっと喋ってたんで、ちょっと改めますここね、いやあのね、はい、あの完全にだからあの、はい、あそこであこれ入るタイミング今日ないんだなって僕諦めかけたよねもう犬山たばきのせいですね、完全にそう完全に、あ、はい、今日はこれ多分夢をかける必要なんだこの配信と思って楽しく見てよと思ってもうニコニコしながら見てましたけども、でもなんだかんだずっと待ってたんだね、タイミング見計らってね、違います違います、それじゃなくて、一言入ってきちゃったんだね、なんだなんだなんだ、撃たれてんのか俺は、エイペックスかおなんだなんだ、背後からよ正面から撃たれてるな、どっちかっていうとな、待って撮影準備する、ちょっとあのお名前どうぞ、はい、夢を追い続けて27年、バーチャルシンガーソングライターの夢を追いかけるです、よろしくお願いします。ウインクしてるパパの立ち合い出しとくね、なんでそんな愛嬌があるの急に、僕は君の配信であの愛嬌出したこと今だかつて一回もないと思うんだけど、どうしたの急に、配信で愛嬌出したことないでしたっけ、いつもあの毅然とした態度をあなたに対して取ってるつもりでいるんですけど、違いますか、崩れてますか最近の話ね最近の話ね、最近ちょっともうできなくなっちゃった、やめろやめろ、重厚こっちに向けできなくなっちゃって、やめろそれ変化したみたいな言い方やめてもらっていい、マジで関係性が変化していくみたいな言い方やめてもらっていい、違うから変わってないからね、仲良くなってないですかね、いやあのね、同僚としてはね、お仕事上の関係としてもちろん仲良くさせていただいてはいるんですけども、ねえパパ仲良くなってるよね、いやだからあのお仕事上の関係としてはねえねえねえ、あの仲良くさせていただいて、ほんといくら振り込めばいいですか何が望みですか、何が望みですか、足りないですか、今月のリプライ料金ですか、足りない、今月あの結構ツイッター上でねやり取りしていただきましたので、私はもう炎上、あの炎上を恐れてあの運万人記念とかのツイートにしかリプライできないって今ビクビクしてますけども、それ以外のツイートにも本当はリプしたいってことですか、いやちょっと待って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 、今のそういうことじゃないの、なんだ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 、ちょっと切っていい、やだ黙秘権使っていい、でも本当にね、あの、はい、何ですか、あの19万人おめでとうございます、ありがとうございます、いや本当にだからさ、あなたもう19万人爆速でさ、はい、本当の星川さんもいつも頑張ってらっしゃるから、もう自分のことよりも嬉しくてね、もう自分のことのようにだって本当にすごいです、はい、もう一個一個の配信もこのすごい考えてらっしゃるし、もうめちゃくちゃ真剣にねこうリスナーがどうしたら楽しんでくれてるかの、うん、いつも考えてるし、もうすごいね、こうもう自分がどういう立ち位置でこう相手のこの相手のコラボやったらこういう風に立ち回ろうとかもちゃんと打ち合わせしてくれる、本当にこの自信があるように振る舞ってるんですけど、そなんかあの星川の知ってるパパじゃなかった、解釈違い、なんだ今の、誰今のおっさん、誰今のね、ちょ待ってよちょ一回深呼吸タイムね、はあ、しかやっぱりちょっと寝起きで脳が起きてないのかもしれないわ、うん、よいしょ、もしもーす、その褒められミュートされてましたか、もしかして、うん、通話切ってましたえ、ずっと喋ってました、もしかしてどうやって今俺の表示だとずっと通話をしてるはずだから、僕はすごい安心しきって喋ってたけど今、哀れすぎない？かわいそう、しっかりオチも用意していたのにオチの部分が今なかったってことでしょ、え、嘘、ごめんなさい、かわいそうに二度と言わない、何どうしたの、本当は大好きだよみたいなやつですか、二度とかけない、ねえねえね、言ってない、どうしたんですか、言ってない、言うつもりもない、思ってもない、ちょっと待って、いや、しゅんってするな、ごめん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 、そうじゃないから、そうじゃないからね、そうじゃないからね、
いや、あの褒めなんかね、あのきっと普段自信があるように振る舞っていらっしゃる方はきっと褒められちぎれることに慣れてないだろうなと思って褒められちぎるっていうことをやろうとしたんですけども。ああ、なるほど。いや、うん、全部その通りだなって思いながら聞いてました。うん、羞恥心がないのか。でもなんか夢代さんすごい褒めてくれますよね。頑張ってるねって言って、まるで親のように。本当にやめろ。聞いててすごい気分がいいです。スカはリアルなやつやめ。あ、そうなんですか、うん、気分がいいんだったらまあ別にいいですけど。いや違うんだよ。違う、褒めてないんだよ。違う、褒めてること認めちゃいけないんだよ。これね、焦ってる。うん、そうだね。完全に焦ってるね。なんでかっていうとタイミングが分かんなかったからだね。もう犬山たぶきのせいですね。そう完全にこの始まる前まで、いや何かしらの、はい、こう例えばさ、こういつもみたいに、はい、あの何分から例えば5分ぐらい夢山さんみたいなのがあるのかなって思ったら、あの、はいはいはい、直前まで一切ディスコードの返信がなかったから、あれって。だってアポなしとつまつですもん。その当たり前じゃないですか。そうですね、うん、あ、そういう感じなんだなっていうことでね、はい、あの雑なとつまち一回したくて。あ、なるほどなるほど、今回はそれだと、はい、そうなんです。なるほどなるほどね、はい、それで今のところ来た人が、汚いやつばっかなしてまして、ちょっとそこはなぜ悩んでるんですけど。同期いらっしゃるから、同期いらっしゃるからね。いや、あいつもなんだかんだ汚い。ちょっと聞いてください、本当に。なんかとつまちだから、はい、あの、はい、特にね、アポ取ってないし指名もしてないから、こう、はい、初めての人と絡めるんじゃないかっていうちょっと淡い期待をね抱いて、こうとつまち今してるんですけど、来てるメンツマジでなんかいつも通りの汚いやつばっかで。今のところ随分と見知ったメンツが、しかも今夏井の祭りからチャット来てるんですよね。どうしたらいいのパパね。出てあげたらパパじゃないけどね。うん、聞き逃さないけどね、そこに関しては ね、 ね、次のカラボいつパパ。ね、いつ。いつにしましょうかね。うん、ね、いつ、ね、特にやりたいとこないですけどね。うん、ちょっとね、本当にね、もう毎回こんな感じですけども。え、なんですか。なんて言った今。特にやりたいことがないって言いました。いや違います、あのやりたいことは死ぬほどあるんですけども、あの、あなたね、やっぱその最近ね、その19万人爆速で到達したってことで、はい、あのこの人ね、あのこんな風にね、めちゃくちゃコラボの話してくるんですけども、あのディスコードの返信が来ない。ちょっと待って、思わずこの僕ですら、あの、え、親離れですかって送ったぐらい。一回敬語になったからね。あの、もしかして、あの表でしてるような絡み方って、もしかして本当はあの嫌だったりしたら、あのストレートに言っていただいた方が夢を楽なんですけどつって。本当にあのその辺のこと多分あのスカーさん結構考えてらっしゃるし、あの僕どうしたらいいかっていうの全然あの考えたいと思ってるので、夢尾さんがそれやってくれて、なんかちょっと今あのよかったです。なんでかっていうと、あの星川さんってゲロ忙しすぎてディスコ全然あの返さない人なんですよ。あんなに仲のいい夢尾さんですら星川返してねえんだっていうのが分かりましたね、みんなに。うん、そうだね、うん、助かりました。ですね、ちゃんと返さなきゃ、もう本当。そうですね、はい、まだ多分僕の他にもきっとたくさん凸したい人がね、今後あと何か3時間ぐらい配信するんですよね、きっとね。え、3時間ぐらい一緒に喋ります。じゃあ違う地獄。ひどい。地獄僕今常にあのコメント欄の星屑の目をあの見ながら、大丈夫だよっつって。大丈夫ですよ、みんなパパのこと好きだもん。男性 VTuber として一生懸命僕やってるよっつって、今、うんうん、一生懸命ね、みんなで声にビクビクながら生きてますから、よろしくお願いしますね。多分今後来ると思いますから、うん、その方のためにお時間を空けてあげるといいんじゃないでしょうか。うん、かねえねえパパ、今日の星川100点満点中何点ですか。どういう基準。ねえねえ、100点、普段の星川が100点満点だとすると、はい、100点満点中の500点です。普段の星川は100点満点中の500点で、今日の星川は100点満点中の、はい、502点。くっそしょうもねえな。ちょ待って、なんで似てんな。